はい、今日はドリブルの練習やっていきます。はい、じゃあちょっとお手本見せてください。よーい、スタート。まず1個目、1、2、2タッチで戻る。はい、結構いいよ。はい、ドリブルして手前のコーンを1、2で戻ってくる。はいよ。はい、ドリブルして手前のコーン1、2、2タッチでターンしていきます。はい、じゃあ全員やっていこう。よーい、スタート。さあ今日はドリブル4種類練習やっていきますからね。いろんなターンを入れていきますからね。まず最初は2タッチのターンです。1、2。もうちょっとさ、小回りってわかるかな。大回りしちゃってるぞみんな。大きく回らないように 1,2 でコンパクトに回ってこうね。 1,2。 そう、岡安いいね。もうちょい入りのドリブルはスピード感もうちょい早く入って、そう、今の大地の良かったね。 OK、 ケン君もいいね。よし、次左足で行っちゃおう。左回りで。はい、よいどん。同じ練習ね、さっきと同じ練習。これ今度左回りの、そうそうそう、イン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 、そう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 、インイン、そう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 、オッケー、いいねいいね。よーし、オッケー、ピピー。はい、じゃあ今度は2個目です。じゃあ今度は奥のコーンまで来てもらってターンするっていう練習です。はい、よーい、スタート。ちょっと見本を見せてもらいます。ここまで来て1、2、そう、はい、どんどん来ていいよ。はい、ドリブルして、はい、ここで1、2、そうですね。はい、ここで1、2、そうですね。はい、1、2、 OK。 じゃあこれね、ぶつかんないように、はい、全体やっていきましょう。よーい、スタート。さあこれぶつかる可能性大だからな、よーく周り見て。ほら、ぶつかった。はい、はい、事故った。はい、事故んないようにね。そう。お、相互が、おっと、事故らずに相互が帰ってこれました。さあ、おっと、谷末選手、交通事故2回ぐらい起こしてました。大変なことです。現実世界だったら大変なことが起きてます。さあ、ぶつかんないようにね。どこから帰ってきてんだよ。変なところから帰ってきてる人いますよ。交通ルールを守ってくださいね。はい、じゃあ今度左側通行行ってみよう。はい、左側通行、左ターン。さあできるかな。お、大抜きいいね。さあ戻りはどうだ。お、無事故、無事故で行けた。さあ、そうそうそう、今の大地みたいにちょっと調整してね。いいね。さあ、ぶつかるなよ、ぶつかんなよ。ちょっとここスピード出せるタイミングもあるよね。そう、 OK。 はい、じゃあ3つ目です。はい、よーい、スタート。はい、ドリブル入って1回でターン、そうそうそう、そして反対側に並ぶと。はい、よーい、ドン。ここで1回でターンしろ、今2回に見えたよ。はい、よーい、ドン。さあ1回でターンだからね。そう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 、あんまりボール離れすぎないようにしてね。 OK。 はい、いきます。よーい、スタート。1回でターン、そうそうそう、ぶつかんないようにな。はい、どんどん行かないと詰まっちゃうぞ。そう、いいよ。おー、いいね。そう、ぶつけないようにしよう。あー、いいターンだ。ちょっと離れすぎ、ボールが、ボールが足元から離れないようにしようね。最後にしっかり止めれるようにしよう。最後ほらぶつかっちゃってるよ、さっきから。そっちターンした後もスピードを上げるんだけど、コントロール落とさないように。ターンした後もちょっとスピード上げろ。そう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 、オッケー。じゃあ今度さ、左から入って、右側に出てって。はい、よーい、ドン。はい、左側入って、そう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 、はい、そういう感じ、そういう感じ。はい、よー、どんどん行こう。はい、どんどん行こう。そう、ぶつかんないように行けよ。
ほらターン2回になってるよ。谷末1回でターンしろ。そういいね。はい、いいね。 OK。 はい、じゃあ4つ目の、ドリブルです。用意スタート。はい、奥のカラーコーンまで来て1回でターン。あ、ちょっと2回になっちゃった。はい、用意ドン。さあ1回でターン、そうそう、そして向こう側に並ぶと。そう、はい、ドリブルして1回でターン、そうそうそう。もうちょいスピード上げれるか、ここ。そう、はい、 OK、 OK ね。はい、用意スタート。はい、右側通行ね。最初右側通行ね。はい、ほんとスクランブル交差点みたいだな、ここ。あれ、谷末、右のインサイドでターンだよ。なんか左のアウトでやってなかった？ OK、 ほら、ぶつかるな、ぶつかるな。周り見なきゃいけないけど、そもそもカラーコーンにぶつかってるやついるぞ。そう、あんまりスピード上げすぎるとぶつかるからな。周り気にしながら。 OK、 じゃあ今度左側行ってみよっか。左足でターンで左側。そう、はいよ、どんどん行こう。さあ、ぶつけないぞ、ぶつけないぞ。いいね。オッケー、ビビー。はい、じゃあ今日はね、ドリブルをやっていきました。で、これちょっとぶつかる可能性があるドリブルなんで、しかも4方向から来るということで、周りを見ながらドリブルをしなきゃいけない。だけどゆっくりすぎてはいけない、ね、あとカラーコーンにもぶつからないとか、いろんな要素があるんで、結構ね、実践向きなドリブルが身につくんじゃないかなと思いました。なんか誰かこれ練習やってみて、なんか感想ある？どういう感じだった？いいよ。そうだね。いつもだったらさ、ぶつかんないのはやっぱりさ、こうね、一列でやったりとかしてるから、ね、当たることないんだけど、こうやっていろんな方向から来るといろんなとこ見なきゃいけなかったね。そうするとボールがあんまり集中できなかった、ね。うん、そこが結構大事だったね。はい、あとは大丈夫。お、じゃあ大丈夫。あ、すごいいいことだね。スピード上げるタイミングも意外とあるんだけど、上げたら横から来るとかさ、結構あったんで、そういうのも、ね、先のことを予測して、ね、スピードを上げたりちょっと緩めたりっていうことができるようになるといいんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございました。